ももです。こんにちは、みなみです。はい、今日は、はい、2人でマルキューに来てます。イエーイ、久々、久々、イエーイ。ちょっとネーネとかね、ルイカのものも、はい、見たいと思います。それではスタート、行ってきます。行ってきます。しかも一番大きいの預けてるのに。そうだよ。はい、終わりました。マオめっちゃ漏れてます。漏れた。いや、もう私じゃない、あんなの。違う。後でこれは載せますか。載せます。はい、見てください。もう載ってるかもしれない。なんか小腹が空いたらしいから、そう、なんか食べないと思います。はい。今隣に視聴者の方がいて声かけて、すいません。ありがとう。じゃん、いちご飴買いました。あっち切れなくて食べてるし。ママはワッフルを、なんか芋モンブランっていうやつ、んのハーフ、めっちゃ美味しいよね。じゃじゃーん、やば。ではいただいていきます。やばいね。やばい。うん、うん、あのもっと小さいかと思ったら結構大きかった、うん、冷たいよ。うん、ワッフル100100。バイバーイ。はい、帰ってきました。ただいま。ちょっとね、私着替えちゃったんですけど、うん、歯医者さんとかインフルの予防接種を受けてきました。ふふふ。はい、4人で、はい、では早速紹介しまーす。じゃじゃん、こんなたくさんね、見せて。もうまあ女子が4人いるんで、こんなのね、ちょいのちょいでみんな着れちゃうんですけど、ですね、私お洋服たちを買ったのでご紹介したいと思います。はい、ちょっと誰のとかはないんだけど、一旦紹介しましょう。はい、全部一番多く買ったこちらはちっこさんです。なんかさ、はい、途中からマルキューの1階にできて、うん、そうそう、タンクトップで結構有名なんか、あ、そうだね、ここにお腹ら辺にロゴが入ってるやつ。そうそうそう、水着とかもなんか結構、そうそう、かわいい流行ってた気がする。ということで、こんなかわいいちっこさんで、はい、たくさん買いました。これはね、ちょっと開封要注意。それはちょっとやばいかもしれない、うん、はい、まずスカーツ、これね、でもね、めちゃくちゃ可愛かった。めちゃくちゃ可愛いな。もう寒いじゃん。今日とかめっちゃ寒かったもんね。めっちゃ寒かったんだけど、まあ、まだギー足出せるくらいだから、うん、出さなきゃと思って。そうだよ。今でしょ。今じゃなきゃね。夏は焼けるし、うん、そうそう。まずグレーのは、これはちょっとタイトめのスカートで、ちょっとスリットが入ってた。うん、で、そっちがプリーツスカート。これの色違いを買おうとしたんだけど、ちょっとそれじゃ面白くないから、可愛い形もう一個グレーであったから、こっちにしたらって言って。これはね、フリー。え、そう、これ S じゃない、うん、フリーなので、これが S、 これが0サイズ、0と1があって、そう、0サイズにしました。あのプリッツじゃないですよ。プリッツじゃないですよ。プリッツか。で、あとはママがこれね、そう、可愛いって言って買ってたの。じゃん、可愛くない。これ可愛いと思って、袖がちょっと、そう、長めで、うん、丈が短くて、めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛いよね。これ白、あ、黒グレーとか白グレーあったんだけど、うん、ピンクがね、めっちゃ可愛い。圧倒的に可愛かった。うん。ほんとこれみんな着れる。着れる。でも、みなみさんこの薄いピンクはあんま好きじゃないよね。あんまり。でも、着ないことはない。うんうん。そして私買ったこれ。あ、そう、これ。これ可愛かった。肩空きの。はい。ニット。そう、そう、ニットで。可愛い。黒黒とか、いろいろ組み合わせがあったんだけど、うん、白黒にしました。フリーサイズですね。トップスは基本フリーサイズです。うん、これでさ、注射行ったらさ、これで行けばよかった。これで行けばよかった。ちょっ
ここからちょっとお願いします。あとこれがママ、これそうママ可愛いと思って、そう言ってた。じゃーん、ワンピースでーす。ワンピースめっちゃ可愛くない？めっちゃ可愛い。後ろがね、あ見て全部返して一瞬で脱げるっていう。チコって書いてあるブローチもついてます。ついてます。あ確かお店に置いてあったのはついてた。ついてたついてた。うん、だから本当に私別売りかと思ってた。あ最近流行ってるよね。うん、ブローチね、うん、つけるやつ。ここが切り替えでシャツっぽい素材になってるの、うん、めっちゃ可愛い。可愛いよね。これいい。いいもあるし。はい。ちょっと要注意なんで。これ要注意。マジで要注意。何が要注意かっていうと、モケモケしてて。そう。毛がね。おお。静電気も。おお。すごいです。こんな感じ。これめっちゃ可愛いの。店員さん来てた。みんな来てて。2人ぐらい来てた。これ楽しみ。あのオフショル風にちょっと。オフショルじゃない。くても着れるし、うん、フルショルにして肩出しても着れるよ。かわいい。チコさんはあの ZOZO とかにもあるからね。そう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 。じゃあ次2店舗目はじゃーん、2つ目にたくさん買った M のさんです。はい、これはあのR&E さんでちょっとお仕事でローファーが必要だったので、うん、本当に。でもローファーってね、意外と普通のファッションにも合わせられるし、うん、合わせやすいからね。結構売ってたよね、うん、なんかローファーって運動靴とか、うん、学校の靴とかっていうところのお店にしかないと思ってたんだけど、うん、おしゃれとしても最近よく流行ってるから、うん、S サイズを買いました、はい、買いました。もう近々使います。そうですね、はい、ガーリーな感じの服にも合わせられると思います、うん、確かに。じゃあ山田さん行きます。はい、やっぱり安定に可愛くて。可愛かったね。結構買ってしまいました。これは私が体型直前にそう、もう一目惚れ。ちょっと色が違うかな。あ、色が違く見える。ちょっと茶色が強いカメラだと。 もっと緑、ちゃんと緑ですね。トートバッグですね。なんかイベントとかでやっぱコスメとか、うん、ちょっと荷物がある時ね。そう、荷物とかある時にこういうのが本当に便利で、うん、形がしっかりしたやつしか持ってないから、うん、キャリーとかにも入りにくかったから、うん、これいいね。ね、これペラペラだから、うん、しかもここ絞れる。そう、黒もあったんだけど、おしゃれのワンポイントとしてカーキーも最近流行ってるっていうのもあるし、秋だし、うん、思っていつも黒買いがちなので。絞るとここが絞るんだ。私こっちが絞るのかと思った。違うんだ、ここだ。あ、ここが絞るんだね、うん、ここだしか。ゴム入ってるもん ね。こちら江本さんでトートバッグでした。おすすめです。はい、そして、まあ、みんなで着れるよねっていう、うん、袖がアームウォーマーっぽくなってる。これ可愛かった。ハーフジップのトレーナーです。で、色が3色ぐらいあったんだけど、うん、黒にしてちょっと黄色で、うん、ちょっとなんかピカチュウみたいな感じ。これがクシュクシュクシュってなって、うん、アームウォーマーつけてるみたいになるやつ。アームウォーマー別でつけると結構さ、そうそうそう、もしゃもしゃするからね。するじゃん。これマジでいいよね。いいよね。こういう感じで袖がね、こうなる。めっちゃ可愛いよね。うん、めっちゃ燃え袖もできる。そして私のはい、一目惚れでしたね。ママが他のお店でお会計してるときに、うん、先見てきてって言ってちょって見てたんですよ。で、ママが戻ってきた頃にはもう決定してました、うん。これ見て、カーディガンなんですけど。はい、せーの。可愛すぎませんか？じゃーん、可愛い。ブルーの色合いわかる？この可愛さ。サリーみたいじゃない？確かに。全然違うけど。めっちゃ可愛いこれ。めっちゃ可愛い。ちょっと今回の目玉かもしれない。目玉？うん、じゃあこちら。ダズリーさん。はーい。可愛い。じゃーん。ロングスカート。ロングスカートなんだけど、後ろが長くて、前が短くて。そう。で、しかも、リボンになってる。後ろがリボンなんです。だから、トップスをインした時にめちゃくちゃ可愛いと思う。絶対に可愛い。ね。トップスがちょっと悩むかもしれないけど、悩まないで大丈夫よ。何？大丈夫よ。何？はい、ということで、ダズリンさんはこちらのスカート1点、はい。サイズが、S かな？あ、そう、S。ダズリンさんのピンクと紫のオイルがあるんだけど、うんうん、あのピンクの方がここにつけていったら、うん、みんないい匂いで、中2の時、中2の時ね、おすすめです。おすすめです。はい、じゃあラストですね。はい、これは本当ママが欲しいと思って買いました。はい、こちらロイヤルパーティーさん。はい、こちらがこの間の関西コレクション、はい、で私がステージを歩かせていただいたんですけど、はい、カーキのコーデ、そう、上下カーキの衣装のやつ、そのままありました。ありました、ありました、うん、ママが、え、このシャツ可愛いじゃんとかって言ってて、しかもあんた好きそうだよとか言って、うん、え、これステージで着たじゃん、あ、本当だとか。こちらが、じゃん、ママのです。早くない？え、絶対似合うと思うよ。早くない？ちょっとここの二の腕が細いから心配だけど。大丈夫でしょ。心配だけども、うん、今の季節にめちゃくちゃいいなと思って。え、めっちゃいいと思う。で、
これをさっきのスカートに合わせたら可愛くないですか？可愛いですね。はい、ということでこれで以上です。以上です。結構ね、いやいやいや、買いましたよ。たくさん爆買いできました。爆買いです。ありがとうございます。ということで、ちょっと気になったアイテムを試着してもらおうと思います。はい、ということでやってきます。まだやってる。じゃーん、じゃーん、やりました。チコです。チコと、チコとダズリンです。かわいい。あとロファ、ロファとマイメロ。マイメロね。はい、ちょっとママはワンピ着てたので、そのまま上に行きました。めっちゃいいよ。めちゃくちゃ可愛い。ピンクと黒の合わせがめっちゃいい。いいね。どうですか、このスカート。可愛い。めちゃくない？なんかウエスト細く。うん、見える見える。後ろのリボンが可愛い。可愛い。長さも違うし、違う服みたい。後ろ姿と前。確かに。ね。可愛い。いいじゃん、いいじゃん。黒の具合が違ったから。そうだね。逆に黒じゃなくて、うん、こういう番ピンクだったり、ね、白とか、うん、合わせ方をちょっともうちょっと変えてもいいかなと思いました。あのワンピ着てほしいな、みなみちゃんに、うん、チコのワンピ、みなみさんに着てもらいたいと思います。絶対可愛いので。混ぜてみれば恋の予感、手を伸ばせばある。止めてません、止めてじゃーん。めちゃくちゃ可愛い。やっぱママ無理だったわ。短すぎ。え、でも本当に可愛い。ね、これ可愛いよね。うん。ママ着てないの分かんない。着たいな。あのね、自由ですから。そうですよね。うん。そうですよね。ロングブーツとか履いたらね、余裕でいけると思う。いけるかな。マジで。まあそんな感じです。わー、いい感じです。これおすすめ。チコさんの画面待ってます。いいですね、可愛いです。着るので、はい。ママこれ着てみたんですけど、あのね、ママね、ずっと嫌だ、ダメ、着れないって言ってたけど、スースーする足が。それ慣れてないだけじゃない。もうちょっとなんかロングあったらめっちゃいいなって思った。なんかちょっと前のママに見えた。ちょっと前のママに見えた。ということでね、今日はね、ママと109デートということで、はい、結構良かったと思います。めちゃくちゃいい買い物した、ね。うん、可愛いのも買えたし、美味しいの食べれたし、あの優しいファンの方にもらえたし、そう、良かったです。良かったです。すごい悩んでたのがあったの。このブランドのロイヤルパーティーさんでポンチョ型のコートがあったの。めっちゃくちゃ可愛くて試着したんだけど、どうだったんだっけ。背が足りねえ。私ポンチョが昔から大好き。大好き。毛布かぶってるみたいじゃん、ポンチョ。こうやってね。そう、袖がこう通ってなくて、こう包まれてる感じがめっちゃ好きだったの、うん。ポンチョのやつってあんまりないじゃん。つけた時に可愛いってね、言ってたんだけど、着せられてたみたいな感じになっちゃって、しかもその今日ぺちゃんこの靴で行ったからなんだけど、うん、アウター着るってことは撮影とかで外出た時に、じゃあヒールを履いて外に出るかって言ったら足が疲れちゃうから、それはしないんですよ。確かにね。だからそういうね、着ることも考えて、そう、背伸びたら着ますって、そう、ごめんなさい、ね、言って笑ってた。そんなピエン、ピエン話がありました。ピエンエピソードがありましたけど、はい、まあ皆さんぜひ背高い方はチェックしてください。もうロイヤルパーティーさんはあの低身長さん向けとかっていうのを、ね、作ってるんですよ、うん。あ、ぜひそれであのポンチョのやつ作ってください。お願いします。ファンの方にいただいて。かわいい。今日買った服に合いそうだね。うん、合いそう。カチャって。ありがとうございます。はい、それでは、はい、またお買い物できたらいいなと思います。はい、大切に行きます。それでは、せーの、最後までくれてありがとうございます。それでは、バイバーイ。めちゃくちゃ楽しかった。うん、なんかやっぱ山梨だと行くところが限られてるから、うん、ネットが多くなって、そう、あんまり買い物に行くっていうことがなかったから、そうそう、自分でね、そう、そう、見に行くっていうのがなくて、うん、楽しかったね。楽しかったね。それではバイバイ。